陳ソ空は、四川省生まれの中国民主活動家のメンバーとして、天安門事件に参加し、二度の東国を経て、アメリカに亡命した人物である。幼少期に父を文化大革命時に失った。上海で、129愛国運動という民主化運動を実施、上海の道済大学を卒業後は場所を講習に移し、中山大学で民主化運動を実施した。 この時に天安門事件が発生。香港経由で海外に亡命せずに公安に何度も出向き討論した彼は一度目の投獄を経験する。二年半の政治犯としての投獄後、香港に密航し政治保護を求めたが認められず強制送還される。この時に天安門事件を暗示した第25回オリンピック記念切手と身分証明書関係を 香港警察から返却されておらず、取り戻すために再度密航する。再度密航し、関東に強制送還される時に、どこへ送り返されるのか聞いた時に、アメリカだよと答えた香港警察のせせら笑いが忘れられないという。その後、密航したことで二度目の投獄を経験する。この時に、獄中で、英語圏宛てに、アメリカなどでは、 輸出入が禁止されている獄中での製造製品が作られていることに気づき、これを告発、ボイスオブアメリカや ABC テレビなどで世界に告発した。その後、関東省の役人から亡命を案に進められ、アメリカに亡命した。現在の中国共産党について、大きく4つの変化があると思います。一つは、汚職が数十倍。 数百倍になっていること。腐敗した政治家たちは次々とその財産を海外に移しています。二つ目は経済発展の目覚ましさです。ただ、これは格差につながっています。三つ目は民主化運動が暴力的になっていること。ウイグル自治区では武力抵抗が続いていますし、チベットでは多くの焼身自殺が行われています。衝突の規模も大きくなりました。 四つ目は、対外的に強硬な姿勢が目立つようになったこと。東、シナ海では日本、南シナ海ではインドやフィリピンへの圧力を強めていますが、内への独裁から外への独裁に変化しているのですと、語る。ありがとうございます。